ネイビーピアは、アメリカ合衆国入りのイシューシカゴのミシガン湖岸にある、桟橋城の埋め立て地域。レクリエーション施設が立ち並び、多くの観光客で賑わう。シカゴダウンタウン北部に所在し、ミシガン港へ約1キロメートルの長さで細い、帯状に伸びる形となっている。ネイビーピアは現在、シカゴで、最も観光客が訪れるスポットである。 1915年の建設の模様。シカゴデイリーニュースの写真1916年にシカゴ都市計画の一部として450万ドルを費やして建設。第二にミュニシュパルピアの名前で複合目的の公共インフラ施設として計画、建設されたが、第一の目的はミシガン湖の輸送船のための貨物施設設置であり、多くの倉庫が建てられた。 他方、蒸気客船のドック施設が置かれ、また冷房のなかった当時、先端部を中心に、人々の集まる、秘書の場としても設計されていた。路面電車も走っていた。建設当時すでに、量産型の自動車、トラックの発明によって、ミシガン湖の輸送船、蒸気客船産業は打撃を受け始めており、ピアは、人々の集まる公共の場としての方が、 はるかに成功していた。ピアは1930年代後半までピクニックエリアや食事施設、ダンスホール、公会堂、子供の遊び場などのレクリエーション施設を備えた夏の行楽地と形容されていた。海軍によるピアの使用はシカゴ市がピアを海軍に供要した第二次大戦期間中にピークを迎える。海軍の飛行機訓練部隊は訓練空母ウルバリン、 同性ブルー領間の不当として、ピアを利用した。当時、6万人の海兵と1万5000人の操縦士がこの地域で訓練を受け、その中には、後の大統領となるジョージ HW ブッシュもいた。ネイビーピアへの解消は、この時の海軍への教養を称えてのものである。戦後、ネイビーピアは、イリノイ大学に移譲され、1946年より、 退役兵のための2年間の学部課程に使用された。この間も、ネイビーピアでは、公共イベントが開かれていた。1950年代には年間の平均来訪者は320万人と、見積もられ、特に夏の野外賞、ページェント・オブ・プログレスの期間は最も監修を集めた。この年代が、ピアの黄金時代と呼ばれることもある。 1960年代初めの国際博覧会では、サーカスや民族舞踊、美術工芸、世界の料理などが、世界からの注目を集めた。1965年に、イリノイ大学が、シカゴサークルキャンパスに移転すると、ネイビーピアは使用されなくなり、放置されたピアは目障りな存在と扱われ、シカゴ周辺の政府機関は資金を投下しようともしなかった。 レイクポイントタワーから眺めるネイビーピア上術のシカゴ都市計画やピアの過去の成功を知る人々の間から再開発を求める声が上がり1976年に展示ホールのイーストビルディングが突端部にオープンネイビーピアは公共展示の場として新たなスタートを切るインフラは老朽化していたが音楽芸術祭などの特別イベントは人々を集めるようになる 1979年、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録。1979年から1987年まで、潜水艦、シルバーサイズが、ネイビーピアに停泊した。1989年、ピア、展示都市局が、ネイビーピアを管理下に置く。1990年代に2億ドル規模の大改修工事を実施し、 ファストフード店舗や小売店、ボールルーム、コンサートステージ、会議場、展示場が置かれた。現在のネイビーピアは20万平米のエンターテイメント区域と1万6000平米の展示場区域、4600平米のレセプション区域、4500平米の会議室区域を有する。夏季に行われるベネチアンナイトフェスティバルの際には、 電飾された船のパレードを見に、多くの人が、ネイビーピアを訪れる。シカゴ川越しに見る、ネイビーピアネイビーピアから、ダウンタウン方向の眺め2006年1月13日に、ウンペアが発表した計画によれば、モノレール、高さ79メートルのスポークレス観覧車、ローラーコースター、水上ホテル、7000平米の水上公園を含む、大改修が予定されている。 収容台数が現在の2倍となる駐車場と劇場の拡大も計画にある。発表当時の予算は20億ドル。ありがとうございます。